皆様いかがお過ごしですか。池田佳代子の100人に会いたい。この時間は私が今とっても気になる方をスタジオにお招きしてお話を伺います。最近メディアなどで日本会議という名前を見ることがあります。現政権を大きく下支えする全国的な組織であるとか噂は聞こえてくるのですけれども、私どもにはなかなかその正体が分かりません。その日本会議について一番お詳しい方を今日はお招きしました。菅野保さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に菅野さんのことを短くご紹介いたします。はい、お願いします。菅野保さん、1974年奈良県のお生まれです。著述家でいらっしゃいます。一般企業の会社員として勤務する傍ら、戦後史全般をテーマに調査取材活動を行っていらっしゃいます。ご著書には保守の本文、はい、こちらです。著者名としてノイエホイエと書いてあります。そうですね、はい、ノイエホイエさんというお名前でネットでは有名です。それから共著に踊ってはいけない国で踊り続けるために、はい、こちらです。これは不衛法の、僕が書いたパートは不衛法とは関係ないところですけれども、そうですね、はい、ただそのこの本は、いろんな社会運動をしている人が、どんなことを思ってどんな方法で社会運動をしているかという本ですね。ですね。で、はい、これが出たのが、12年だったっけな、13年だっけ、2012年ですかね、はい、などが終わりです。今年の2月から不走者系サイトハーバービジネスオンラインに連載中の日本会議シリーズは大きな反響を呼んでいます。同時に取材源も大きく広がったとも、っていうのはどういうことですか。この連載をご覧になった方が、そうですね、こういうのがあるよとか、ありていに言うと内部情報をもたらしてくる中にいらっしゃる方々が、なるほど、自分が今まで言いたくて、はい、言えなかった、はい、裏切り者として烙印を押されたくないから、うん、自分の名前では言えなかったことを初めて日本会議を正面から書く人が出てきたんで、はい、うん、書いてくれ、こんな話があるんだ、こんな資料があるんだ、あそこに行けばあの人に会えるはずだっていう人が、そういうね、一人二人っていう単位じゃなくてかなりの数出てきて、そうですか、情報は出せば出すほど情報が返ってきますね。返ってくる、返ってきます、はい、本当にその通りのことが今進行中であるということですね。 そして、この同連載をまとめた著作が近日刊行予定、はい、これはとっても私なんかも期待しております。ありがとうございます。今日そのインターネットの連載をですね印刷してきたんですけれども、はい、ちょっと画像3番を出していただけますでしょうか。はい、これが連載の、そうですね、これ一番新しいやつですね、昨日出たやつですかね。そうですね、はい、いやこれもちょっと驚くような情報で、これがこのお話がしばらく続くんですかね。そうですね、伊藤哲夫と成長の家原理主義者ネットワークシリーズ、ネットワークという、うん、この成長の家原理主義者ネットワークっていうのも菅野さんの造語ですよね。これは僕の造語ですね、はい、その現象を発見なさった、そう、現象というか、そういう人たちの人脈があるよねっていうことを初めて指摘なさった。ちょっとそれをね、はい、後でじっくり伺いたいのですけれど、はい、何しろその日本会議じゃないんですね、日本会議なるものをですね、はい、私なんかは全く知らないので、ちょっとそこのところから、はい、ご説明ください、はい、でこの日本会議がその第三次安倍政権に大きな影響を及ぼしているというか、日本会議、内閣ではないかとも言われています。ちょっと4番を出してください。はい、これちょっと見にくいんですけれども、縦に
内閣 の, あの閣僚の名前があります。そうですね、これは閣僚の名前ですね。横にですね、そのいろんな、あのなんていうか、組織の名前が書いてあります。一番左が日本会議、教科書、議連、議連というのはあの議員連盟、議員さんたちの連盟というのはもう無数にありますけれども、でその次のが新党議連、靖国議連、憲法調査推進議員連盟で、新憲法制定、議員同盟、創生日本とこうなりまして、まあ大体こう右寄りの政策で、そうですね、一番上が安倍晋三さんなんですけれども、全部入っているということですね。そうですね、で創生日本と日本会議がやはり安倍晋三という政治家の特徴かなと思います。そうです、創生日本は、まあ、ちょっとこれ余談ですけども、はい、安倍と中川翔一が作った、亡くなった中川翔一が作った議員連盟で、はい、おそらく中川翔一が亡くならなければ、今日本会議っていうここの丸は全部創生日本のところについてたと思います。はい、日本会議議員連盟がここまで前面に出てきたのは、創生日本議員連盟が中川翔一亡き後、議員連盟として機能しなくなった、はあ、という側面があるんじゃないかなと思ってます。この点が一番少ない、憲法調査なんとかしかついていないのは太田さん、公明党だからです。公明党だからですね。公明党の人が新党議員連盟に入るわけないという、とにかくで、この一番たくさん黒い点があるのが新党議員連盟の次が日本会議、そうですということになっています。で縦軸もそうなんですが、横軸でもう一つ見てもらいたいのが、はい、これ安倍晋三の黒丸と全く同じ黒丸の付け方をする人が一人だけいるんです。あ、ごめんなさい、二人いますね。江藤誠一さん、内閣補佐官、首相補佐官ですね、はい、それと下村博文、下村博文文科大臣ですね、はいはい、なるほど。で下村博文と江藤誠一、まあ、江藤誠一あんまり有名じゃないですけども、はい、下村博文に関しては、はい、ことあるごとにいろんなメディアで安倍の腹心であるとか、そうですね、報道される人物ですよね、はい、江藤さんも最近露出が、そうです、江藤さんも露出が激しいです。この2人が、この内閣の中で安倍を支えている側近中の側近、文部大臣なんてあのオリンピックのドタバタも含めて考えるとやめてても仕方がない、引責辞任しておかしくないけれども、こういうことがあるんですね。全く辞めさせられない人物なんです、はい、でこの、19人いる内閣のうちですね、この日本会議議員、懇談会っていうんですか、これは16名、そうですね、 84.2%、はい、新党議連が18人で 94.2%、 公明党以外みんな入ってるっていう状態ですね。靖国議員連盟が16名、 84.2% とい う, こうもう本当にこれ見ると明らかな感じがいたしますが、はい、というふうにこう右寄りの内閣であるというのが明らかになって、その中の日本会議というのが鍵であるということなんですが、このさっきサイトを見ていただいた日本会議なんですけれども、1997年にできたんですね。そうですね、そうですね。後でちょっとその前史を含めて、はい、解説いただきますけれども、この日本会議が目指すものとしては何ですかね、6番をお願いします。日本会議が目指すもの6つあります。美しい伝統の国柄を明日の日本へ、新しい時代にふさわしい新憲法、国の名誉と国民の命を守る政治に、日本の感性を育む教育の創造、国の安全を高め世界への平和貢献、共生共栄の心で結ぶ世界との友好、これはちょっとご説明いただけますか。はい、伝統の国柄っていうのは、これは天皇元首化のことを言ってます。具体的にはのことなんですか。美しい伝統の国柄を明日の日本へというのは、はい、端的に言うと天皇元首化
で、この一文何を言ってるかよくわからない一文なんですけども、うん、戦前の言葉で言えば国体明朝運動ってやつですね。ああ、国体明朝運動って聞いたことあります。 国柄って何のことかってわかりませんけど、これは国体ってことです。いわゆる民族派という言葉を国柄と言い避けてるんですね。で、憲法を変え、憲法を変えます。国の名誉と国民の命を守る政治をっていうのは、これは外交の話をしてるんですね、はい、で3番はこれパッと見ると、うん、国の名誉と国民の命を守る政治っていうのは、はいはい、今その政治日程に上がってる安保法制のようなことを思い浮かべがちなんですけども、はい、安保法制の話は実を言うと日本会議のアジェンダ的にはこの5番に来てて、3番は国の名誉っていうのは何ですか。70年前に終わったあの戦争に関しては一切謝らないぞと言ってるんです。太平洋戦争、大東亜戦争について日本が行ったことを謝ることは絶対やらないぞということを3番の国の名誉とで言ってるんです。でも国の名誉とって言われるとそうよねとか思っちゃう人もいますよね、でもそれはそういう謝らないっていう意味だよって聞いたらそうよねと思った人もぎょっとしちゃうんじゃないかと思います。絶対謝らないというのが3番って言ってることですね。そして、まあ、4番は、まあ、こういう全般的なことをこう子どものうちからこう教えましょう。もっと具体的に言うと4番は反日教祖ってことを言ってます。彼らの運動の根幹は、日教祖に対する対抗意識で、まあ、もはや日教祖を相手にしている段階でおかしいんですけど、彼らの概念の、観念の中では、日教祖がまだ、左翼教育を教団で行っていて、それを駆逐しなければいけないというふうに彼らは考えています。なんかこう確証がある意味高いと言えるようなこう理性的な言葉の反日教祖ということです。とてもそうい こう戦闘的な意図も入ってるんです ね。そして5番がその安保法制のことであると、はい、そして6番がこれも外交ですね、はい、これ共存共栄のここで結ぶ世界との友好、うん、はい、1番を国体明朝運動というふうに戦前の言葉に置き換えるんであれば、はい、6番を戦前の言葉に置き換えると、はい、大東亜共栄圏、大東亜共栄圏、分かりましたということです。はい、そういうふうに読むんですね。わかりました。でこの、さっきトップを見ていただいたあのサイトを見ると、はい、いろんな方のお名前があります。日本会議のサイトですね、はい、日本会議、はい、で名誉会長とされている方は三好、徹さん、はい、元の最高裁、はい、三好さんは厳密に言うと、はいはい、サイトがまだ切り替わってってないのかな、三好さんは、はい、先日会長を辞めまして、名誉会長、今名誉会長です ね。今会長は田久保中英さんです、ね、田久保中英さん、田田江さんとも、そうです、田久保田田江さんって書きますね、はいはい、でその役員62名のうちですね、24名の方が宗教関係の方だ、そうですそうですっていうのに驚いたんですけれども、うん、でその中に天台宗の方が入っていますけれども、はい、その他はみんな何ていうか新宗教、そうですね、新宗教がほとんどが多いんですね、はい、でなぜそのでいろいろその神道系の新宗教も仏教系の新宗教もあるし、うんうん、なんか喧嘩してるんじゃないかなって思うようなところも、はい、入ってて、それがなぜこの日本会議の中ではこう一緒にできるんでしょう、はい、これは結構微妙な問題、微妙というかその難しい問題なんですけども、はい、それぞれ主張が違います、はい、で、天皇間、皇室間も違います、はいはい、で安保法制に対する立ち位置もそれぞれ違います、はいはい、ただあそこに名前が連ねている宗教団体が一個だけ共通できることは、はい、左翼が嫌いってことなんですよ。え？左翼が嫌い、はい、リベラルが嫌い、日教祖が嫌い、うん、左側の人間が嫌いというところだけでは共通項がある。それは思想的な共通項なんですね、はあ、で、ネガティブな日本会議、ね、日本会議の運動の特徴は全て反何々っていうことなんです。
歴史的にも保守主義というのは何かに対してそれは違うだろうと異議申し立て の側面があるじゃないですか、そういう意味では保守運動と言っていいわけですか。ただ僕は彼らが主体的に思想があって、その根幹の思想から何か問題を抽出してきて、この問題に対応するんであればこの思想から考えた時にこう対処すべきだよね、というふうに考えているんではなくて、左翼がこう言ってるからそれの反対側をやろうっていうものの集合体でしかないとしか思えないんですね。でも大変な動員力がありますし、宗教団体がいるんで、でそのじゃあそしたらその宗教を本当に純粋に信じておられる方々というのは、さっきのその目指すものの裏にあることも全部こう支持して、多分分かってないと思います。ご存じない、多分知る必要もないと思ってると思います。例えば大きな宗教団体であれば、今の役員名簿に入っている霊友会、霊友会が、全体として日本会議にコミットするわけじゃないんですよね。霊友会の、かなり上層部の人および、かなり大規模な地方支部が、霊友会の部分として、入っている。で、それは政治運動としてやってらっしゃるんですけど、仏書5年会、これも、あんまり一般の人はご存じない宗教なんですけども、ここもかなり大きな宗教団体です。で、仏書5年会の場合はもう本当に真面目な人たちの宗教団体で、いいおじいちゃんといいおばあちゃんしかいないんです。もう朝起きたら、近所吐いて、お家の中掃除して仏前に手を合わせて朝ごはんを食べるっていう日常をただひたすら送りたいだけの普通のおじいちゃんとおばあちゃんの集まりなんですね。で、彼らは根底に共産党が政権を取ると僕たちの宗教は弾圧されるっていうふうに思ってらっしゃるので、おそらくそれは部分的に真実でしょうけれども、思ってらっしゃるので、それに対抗するためにはというノリで日本会議に協力はしてらっしゃいますが、一般の信徒さんはですよ、日本会議の政治目標に 100% 同意して政治運動として応援しているというわけでは必ずしでもないと思います。そうなんですね。なんかちょっととても意外な感じがいたしますけれども、この、日本会議、日本会議は、その、もう結成されてかれこれもうすぐ20年、もうそろそろ20年ですね、この間どういうことをしてきたかっていうことをまず教えていただきたいんですけど、この20年間で彼らがやった中で一番大きいのは、おそらく国旗国家法、の制定ですね。日の丸を国旗とし、君が代を国家とするという、たった2条の短い法律なんですが、これをやり遂げました。で、もう一つは教育基本法の改正、それ大きいですね。教育基本法の改正は大きいですね。で、今年ということで言えば、今年はもう教科書検定、教科書採択の年なので、採択の年です、一個放射の教科書、および、10年前騒がれたという意味では作る会の教科書、これも彼らの運動の成果。新しい歴史教科書を作る会っていうのは、やっぱり日本会議と人的に重なってたりするんですか。100%。そうなんですか。100% かな、もうほぼ 100% と言っていいほど。で、今の新しい教科書を作る会というのは、内紛に次ぐ内紛の結果、極めて弱小団体になっていて、そこから出た、日本教育再生機構という新しい団体があって、ここが今一個放射の教科書を作ってるんですね。この日本教育再生機構は、もうほぼほぼ役員が日本会議の役員であると、いうことをが特徴かなと思います。すごい政治力なんですけれども、それをどうやって実現させるんでしょうか。ごめんなさい、補足なんですけれども、一番忘れてはいけないのは、教科書と、国旗国家と、教育基本法なんですけれども、一番忘れちゃいけないのは、ジェンダーフリー政策に対するバックラッシュですね。
はい、あ、男女共同参画事業に対する、はい、彼らはこれが、憲法を変えることよりも重要だと思っている節があるぐらい、はい、ジェンダーフリーバッシングというものに血眼になります。彼らというのは日本会議、日本会議は、はい、それをの中にこう入っている宗教、もちろん教団によっての濃淡はあります、濃淡はありますけれども、はい、わかりました。じゃあちょっとそのお話の続きはお知らせを入れて、はい、お願いいたします、はい、山田氏の本当の経済、ジャーナリストの山田氏さんがホットな話題を取り上げます。地上波では絶対見られない、大新聞も書きにくい本音の情報をお届けします。アベノミクスも消費税も TPP もバッチリ分かっちゃう1時間ネモクラの老舗経済番組、山田敦の本当の経済、ぜひご覧ください。ところで山田さん、 TPP って10回言えますか？ TPP、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 お楽しみに。 TPP、日本会議がさまざまなその、政策を実現させてきたという、はい、びっくりしました。その教育基本法が変わった時も彼らの働きかけが大きかったんですね。彼ら具体的にはどういうふうに実現させていくんですか？彼らの運動の特徴は、まあ、教育基本法の時もそうですが、はい、地道な署名集めと、地道な署名集め、はい、署名を、圧倒的大量の署名を集める。どのくらいの？500万規模。え、ミニマムオーダーが100万規模で、オーダーの単位が100万筆、100万、はい、1000筆とか2000筆っていうオーダーがあるんで、すごいですね。ロットがもう100万、はい、100万からなんですね、うん、で、まあ、今憲法改正のために彼らが集めてて、はい、来年の夏目標で、はい、集めてる署名の目標数が1000万筆なので、あ、なんかどっかに1000万ネットワーク運動って、そうです、美しい日本の憲法を作る国民の会が、別名1000万人ネットワークっていうのは、それが、じゃあそれ大げさな数字じゃないんですね。全然目標達成可能です。はあ、優生保護法改正の時も、はい、教育基本法改正の時も、はい、500万筆は、ミニもうポンと集めてましたし、はあ、一番今この8月っていう時節柄で言うと、はい、20年前に村山談話ってありましたよね、はいはい、村山談話の前に、はい、国会で50年決議っていうのを採択するんですけど、謝罪決議反対議員連盟っていうのを作ってですね、はい、日本会議と、まあ、あのところまだ、まあ、日本会議はなかったですけども、はい、別の団体名でしたが、はい、同じメンツが運動して、3月にどうやら、社会党内閣は、自社連立政権は、50年決議を出すらしいというニュースが出て、7月の終わりまでのたった5ヶ月未満の間に500万筆集めてるので、うんうん、すごいですね。署名の他にはどんな、やっぱりシンポジウムとかやります。シンポジウムを、全国キャラバンっていう名前を体は好きに使うんですけども、沖縄で、北海道、それも根室、札幌じゃないですよ、根室とか釧路から、バスのキャラバンを組んで、こう集まってきて名古屋でこう合流すると、はあ、で、各都道府、都道府県の県庁所在地およびメインの駅の駅前で演説をする。でその時に署名も集める。でそのキャラバン隊が去った後に、半月すると、その県都道府県の中核都市に指揮者、今でいうと桜井よし子とかですね、がやってきて、シンポジウムを開く、あるいは講演会を開くっていうことをずっとどの案件でも同じやり方でやるんです。はあ、でそれをやった後地方議会へ行って
って地方議会の自民党の議員であるとか昔であれば民社党の議員であるとかに声をかけて、地方議員の意見書を採択させて、ありますね、あのいろいろあの竹島問題で、はいはい、あの誰か議員さんがその議を出すとあのそれを討議して、そうです、で、今一番採択されて、彼らが一番 やってるのは今あの早期憲法改正を求める意見書ってやつですね、はい、あれはあれ組織的にやってます、組織的にやってます、で、今僕がカウントした中で全国3300の自治体の中でだいたい120-130、意見書を採択した市町村都道府県があるんですけども、はい、全て文案が一緒で、文案が一緒、あまあまあそれはもう共産党もやってるしどこもやるんですけども、あ、まあ、全て文案が一緒で、うん、出だしが石川県議会だったんですけど、石川県議会で採択された意見書、早期改憲を求める意見書っていうのを各地方議会がやってってるんですが、その石川の文案は日本会議の文案なので、みんな石川県をコピーしてるんですけど、石川県の大元が日本会議なので、あのじゃ あの地方議会にたくさん議員さんを送り出してるっていうことではないです、ではないんですか、ではないです、あそうなんですか、あのまあ地方、これも日本の地方議会の、はい、悪い印象なんですけども、これは共産党も含めてなんですけども、地方議会ってやっぱりどうしても和をもって尊しとなすみたいなところがあるんですよね、はあはあ、なんで、例えば自民党の方が、はい、早期再改憲を目指す意見書っていうのを採択しようって、地方議会に出してきたら、ほぼ皆さん何もせずにその法案の裏書きして、あごめんなさい、条例案とかの裏書きして翼賛体制で万歳っつって終わりっていうのが、どの案件でもそうなんです、あんまり深く考えずにいろんなことをやられるんで、ただそれを積み上げて、さっき申し上げたその100万人オーダーの署名と合わせて国会に請願しに行くわけですよね、そうか、でそれは数字と、数字は数字なんですよ、やっぱり、はい、誰も深く考えずに積み上げてきたもん、はい、でこっちも誰も深く考えずにサインした署名、これが500万ある、力になりますね、でもそのやり方っていうのはその反対の陣営左の方でも同じようなことをしてるように思うんですけど、そうですね、そうですね、ただ、効果不効果、どう言うべきか分かりませんが、左側がこれほど全国規模の一糸乱れぬ動きを組織だってやる能力が、組織全体の規模の問題ではなくて運動を仕切る側の事務処理能力の低さの問題で、まあバイネームで言うと九条の会も含めてやれてないっていうのは実情かと思います。そうですね、あの九条の会なんかも頑張っていると思うんですけれども、これはちょっとすごいなぁとあの思います。でその事務を、能力の高い事務を、受け持っている人々が何でしたっけね、青年協議会、はい、日本青年協議会ですね、ちょっと、8番を出していただけますか。これが先に出ましたか、はい、これがあの書きになっている中から書き出した、はいはい、日本会議のなんていうか、関連団体、団体ですね、はい、まだまだいっぱいあります、はい、ですからその、まあ、懇談会さっきありました、はい、あの表に、はい、そしてこの、地方議員連盟っていうのが、うん、そういう請願とかいろいろ、そうですね、ただ、日本会議地方議員連盟という強大な組織があって、ここの組織が、上下片つで何かをやってるかっていうとそうではないんです。ああのこれはもう緩やかなネットワークですね。このもっと緩やかな感じがしますから、日本女性の会っていうここは、あまり有名でもないですし今活動休止状態ですが、そうですか、日本女性の会は、ジェンダーバッシング
ジェンダーへのバックラッシュ、ジェンダーフリーへの、ごめんなさい、ジェンダーフリーへのバックラッシュをやってた団体ですね、はいはい、なるほど。女性の立場から男女共同参画事業に反対するっていうことをやってた人たちです、はいはい、なるほど。でそのこういうのをこう作ったりこう緩やかなに束ねたりしているのが日本青年協議会というのですね、はいはい、でその日本青年協議会のさっきの9番についてちょっとあのこれずいぶん古い写真ですけれども、その前史といいますか、はい、プレヒストリーからあの教えていただきたいんですが、リアル20世紀少年と書いてあります。はい、20世紀少年って漫画、皆さんご存知ですか？はい、はい、映画にもなりました、ね、映画にもなりましたよね、はい、あの子供が、はい、小さい時に空き地 で、はいはい、でそのみんなで遊びで予言の書っていうのを書いてたら、はい、いじめられっ子が将来それを一つずつ実現して、はい、天下取っちゃうっていう物語なんですが、はい、日本青年協議会は、うん、昭和43年ぐらいから活動を開始していて、て、うん、じゃあ70年安保のちょっと前ぐらいからですね、前夜から、はい、活動していて、てその頃の、政権構想、改憲構想、政治構想というものを50年近くにわたってずっと追い続けてきてて、今日本会議の事務局として日本会議の運動を支えている、差配しているっていうのが日本青年協議会なんですね、はい、なんで50年前の夢が実現しつつあるので、もうリアルな世界の20世紀少年なんだと、あ、そういう意味で、ね、リアル20世紀少年っていう、僕は呼んでるんですけど、じゃちょっとこの、日本青年協議会についてあの次の10番をお願いします。それは民族派の学生運動から始まった、そうですね、というわけですね、はい、あのこれはあの今僕たちが70年安保って、はい、聞くと、はい、70年安保は、安全安保条約に対する賛否でみんな揉めてたんだ、はい、っていうふうに思いがちなんですが、はい、70年安保って別に、安保条約だけが一周じゃなくて、この学校のそうでした5月革命とか、ね、あの例えば東大だったらインターン制度がどうだとか、はい、授業、日大だったら授業料がどうだとかっていう話でしたよね、はい、で、まあ、あの頃はまあ学生が飛び跳ねる時代だったんですよ、はい、で飛び跳ねてた学生っていうと今あの、まあ、小熊さんの方もそうですけど、みんなあの左の学生しかいなかったっていうふうに思いがちなんですが、実を言うと右もいたんですね、右もいました、もちろんいました。でそれがその長崎で生まれた、はい、で なんで長崎かっていうとですね、長崎って東京よりも、まあ、一時期なんですけども70年安保と総称される学生運動の最前線だった、あ、そうだった、エンタープライズ機構問題っていうのがあったんで、佐世保にエンプラが来るが、はい、エンプラ闘争っていうのがあれですよね、はいはい、でなんで佐世保および、まあ、佐世保にあんまり大きな大学ないですけども、九州に出かけていくわけですね、そうそう、九州北部の大学に、じゃあその反対、エンプラ反対っていう学生たちへのカウンターとしての、そうです、一番最初に彼らの運動が始まったのは、社政堂とか民政とか、まあ、三派全学連だけではなくて、まあ、全教頭側、文都側の左側の学生側も退去して佐世保に来るわけですね、はい、それに対抗するために、彼らに対抗する右側の学生運動というのは緩やかに発生したんですね。じゃあ次お願いします。あ、ここもうちょっとここですね、はい、で、その余波で、社政堂とか社会党の民政みたいななんですけど、うん、社政堂と民政が、九州北部の国公立大学に活動家学生をいっぱい送り込むんですよ、はあ、でその結果活動家学生が、各地の大学を占拠しだすんですね、うん、でバリケード張る、うん、でそれに対抗するために生まれた、うんうん、あの学園正常化運動っていうのがあったんです、はいはい、それをリードしていた人たちが、うん、日本青年協議会を作った人々の母体なんですね、うんうんうん、でも長崎大学の、うんキャンパスで声を上げた人たちがいるんです、うん、左翼学生がやってることは間違いだぞ、はい、でスタート地点から反左翼だったんですよね。なるほど。で左翼がやってることは間違いだ、学園を解放しろということを声上げた人が川島雄三さん、
樺島雄三さん、今の日本会議の事務総長、はい、事務総長。あのでもね、エンタープライズ安保とかそういうのっていうのは、そのアメリカとの同盟を強めるっていうことですよね、はいはい、ええ、で、さっきの日本会議が目指すものっていう中に、その国柄とかね、ええ、そういうのがあって、それと対米追随っていうのとは相反すること、彼らの中では矛盾しないんですよね。天皇陛下万歳を彼らは素直に言わないんですが、はあ、あんまり素直に天皇陛下万歳とは言わないです。あ、そうなんですか。さっき の、 あの6項目の中にも御皇室って言葉はあんまり出てきませんし、うん、あんまり言わないんですね。で、なぜかっていう と、とりあえず左翼が嫌いなことを言ってるだけなんですよ。本当にそうなんです、これ。なんかちょっと信じがたい、信じがたいですけど、何か深い資料があって、深い思想があって何かを主張してるんではなくて、でもそれで50年来られたわけですよ、そのこの頃に。池田さんに申し上げると池田さんに怒られちゃうかもわかんないですけど、そんだけ左翼って人気ないんですよ、大衆から。リベラルってそれだけ人気ないんですよ。左翼が嫌がることをする人に拍手喝采が浴びせられるほど、うん、大衆はリベラルにも左翼にも期待してないどころか、うん、むしろ怨嗟の目で見ている。嫌っている、うん、じゃあ次出していただいてよろしいですか、はい、九州学協方式の確立。学協っていうのは学生協議会。そうですね、さっきの長崎大学の正常化運動っていうのは、はい、一瞬にして写生堂の活動家をキャンパスから追い出して、うん、学園正常化、具体的に樺島さんたちがやったことは一瞬にして、追い出したんですね。で、一瞬にして追い出せた理由っていうのは、長崎大学の中にそんだけ反左翼学生運動があったかっていうと、そうじゃなくて、九州各地の国公立大学から応援部隊が来たんですよ。樺島を助けろということで。なので、その九州の民族派学生たちの協議会という意味で九州学協、ね、それで大分大学、別府大学、鹿児島大学というのが。で、なんでそんなにすぐ長崎大学の運動に、九州広いのにもかかわらず、各地ネットもないのに、ネットもないのに、はい、なんでそんなことができたかっていうと、もともと成長の家という宗教の信者学生たちが密な連携を取っていたので、成長の家の信者の学生たちがあそこの大学で紛争があるとなると、その信者のネットワークを使って動員されて、その大学の運動を応援しに行くということを繰り返したんですよね。で、それを九州で確立したのが樺島雄三さんなんです。はい、で、樺島さんはその時に自分たちが成長の家の人間であると、で、成長の家は成長の家で学生組織を持っていて、青学連、成長の家学生連盟っていうんですけど、その名前で運動しちゃうと、反左翼、あいつらは党派制にまみれてるって言って批判してるにもかかわらず、そんなことしちゃうとその批判が自分に跳ね返ってきちゃうじゃないですか。だから自分たちは成長の家だってことを隠すんです、はい、あくまでも一般学生だって言うんです、うんうん、で、一般学生のふりをするために、一般学生を動員するために講演会やってみたり、署名やってみたり、キャラバンと称してあちこち演説したりっていうやり方、うん、さっき申し上げた日本会議の運動のやり方と全く同じことを、私もそう思いました。この時からやってた、いわゆる宗教右翼だっていうのは前面に出さずにっていうのは、そうです、最初からだったんです ね、 そ、 うですね。それで、ネットでのご連載で知ったんですけれども、この時その大分大学にいたのが江藤誠一さん。そうです、この時に樺島雄三を大分大学から、応援しに行った、学生が江藤誠一です。誠一さんで、はい、今は首相補佐官です、はい、ということなんですね、うん、はい、じゃあその次お願いします。全国にこれが広まるわけですか。そうなんです。で、まあ、左翼学生が消滅を極めていたので、はい、瞬く間に彼らの運動は、民族派学生のヒーロー扱いになっていくんですね。で、正直70年代安保の学生闘争は、社会対学生みたいなところがあったし、周りの大人たちも辟易してたんですよね、うん、
でそれにバリケード封鎖、機動隊でもないのにバリケードを解除して学園正常化に成功したっていうのは、うんうん、彼らはものすごい人気者になるんですよ、はあ、で九州に習えということで、うん、九州の学教方式というのが関西学教であるとか四国学教であるとか北海道学教とか中国学教とかできた。これはこの旗っていうのはいろんな、これが 1,2 年で全国にあの運動方式がこうバーッと広まるんですよね。へー。それももちろん成長の絵が全国ネットワークを持ってたから広まったんですけども、うんうん、これ九段会館の全国学教結成式の写真ですね。九段会館いっぱいになるだけ右翼の学生が集まって半全学年半全教頭、この番組にも出ていただいた鈴木邦夫さんの名前がありますけども、彼も成長の家 で早稲田大学で、はい、左翼学生と対峙したというふうにおっしゃっていましたが、鈴木先生が、おられたのは青学連、成長の家学生連盟という団体です、はい、で岩城信子さんというのはちょっと前にそうですね、小泉チルドレンとしてピンクのスーツを着た。岩城さんは別府大学にいて、別府大学から、この時はもう拓大の院に進んでたのかな、はい、岩城信子が副院長を鈴木、この全国学協を結成、された時は鈴木邦夫が委員長、岩城信子が副院長で、パーなんか鈴木さんも追い出されたって言って、はい、鈴木邦夫と岩城信子を、九州学教のメンバーが、あっという間にパージしちゃう、うーん、で、まあ、いろんな理由があったみたいなんですけどね。なるほど。じゃあそ あの続きはお知らせを挟んで、はい、もう少しお願いいたします、はい、こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うっちーのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。2011年3月11日のあの日まで原子力発電に関してはあまり語られることはありませんでした。この番組では現場の取材を続けるライターやカメラマン、原発に関わりの深いエンジニアなど原発問題に関心の深い人々を招きして、原発や被災地の何が問題なのか、また再生可能エネルギー転換への道筋などエネルギー問題を徹底的に議論していきたいと思います。ぜひご覧ください。こんなに大きな、右派の学生の動きがあったんですね。そうですね。でこの方々が、これをリードした方々がさっきのその日本青年協議会を作られ、そうです。この全国学協の学生組織なんですけど、はい、もちろん学生は学校を卒業していて社会人になりますよね、うん、社会人組織が日本青年協議会だったんです。そしてそれが今は日本会議の中の事務局をやって、だから組織力とかその事務能力とかがものすごく高い彼らは方々ということなんですか。左翼とクンズホグリスの闘争をやってきたので、はあ、左翼の運動手法を体を持って学んだんですよね、うんうん、で、それまで保守派の運動にその統計だった運動っていうのが一切なかったんですけども、うんうん、はあ、彼らが、保守派の運動に左翼から学んだ運動方針を持ち込んで、うんうんうん、運動として数々の成果を上げていく、ここからスタートする。でも、日本青年協議会ができて、はい、それで、日本会議ができ、はい、20年近く前にできるまでは日本会議っていうのは、その前があるんですよね、はい、日本なんていうか日本を守る会というのと日本を守る国民会議というのが一緒になり、はい、そこに、ま、単純化すれば日本青年協議会が事務局として入って今に至る。そうです、そうです、そしてその50年前の20世紀少年のなんていうか
計画が今こう実現の前夜にある。そうですね。日本を守る会っていう団体が、はい、今あまりどの文献にも残ってないですし、はあ、日本前進団体の2つあるうち、はい、日本会議の前進団体が2つあるうち、はい、日本を守る国民会議は、うん、まあ、大きい組織だったし有名だったので、うん、まあ、泉敏郎がいたりとかですね、うん、有名だったんで、日本を守る国民会議の方はいろんな、まあ、批判的に考えたものも含めて文書は残ってるんですが、うん、日本を守る会っていうのが実を言うと結構僕はポイントだなと思ってて、日本を守る会はこの間の小林節さんが日本会議に聞かれて、はい、あの日本会議っていうのは、戦前のエスタブリッシュメントの子孫たちがやってるんだよっていうふうに外国人記者クラブでお答えになられたそうなんですね、はあ、小林節さんがおっしゃってることは一面確かにその部分があるんですが、うん、その小林節さんのおっしゃる戦前のエスタブリッシュメントの子孫たちがいたのは、うんうん、その日本を守る会なんです。日本を守る会の方なんですね、はい、こちらで、ここは、母体が、はい、日本遺族会、はい、等々の、はい、古参右翼団体なんですね。で、彼らは戦後一貫して靖国神社国家御所法案っていうのを通そうとしてきたんです、うん、靖国神社に国の予算を使って、うん、国が靖国神社を守ってくれっていう法律を作ろうと頑張ってきたんですが、うん、30年、昭和20年からやり続けてきた、30年間かけてきた運動が完全な失敗に終わるんですよ、うん、自民党が一生懸命法律を通そうとするんだけども、うん、まあ、いろいろごたごたがあって、うん、もう衆議院も参議院も通んないってことが最終判案になっちゃうんですね、うん、でその時に日本青年協議会がちょうど登場してきて、はあ、日本青年協議会が、うん、じゃあ靖国神社国家御所法案が失敗だったら元号法、あ、昭和とか大正とか明治、そっちにしましょう、そう、そっちにしましょうっていうことで、元号法制定運動をやりだすと、30年かけて大人たちがやった運動が下手くそだったから、遺族会とか、豪遊会とか大きな組織やってるのかが失敗しちゃうんですよね。その失敗したのをにもかかわらず、若い人、当時分かった日本青年協議会が入ってきて、じゃあ元号法左翼のやり方でやってみましょうっていうと、たった2年で成功しちゃうんです。2年で成功してしまった。はあ。でそこから大人の右翼たちも日本青年協議会に一目を置くようになって、うん、事務とかそういうのを任せる、全部任せるようになった。はあ。でもその、思想的なもの、そのアンチだ、逆張りだっていうお話だったんですけれども、ね、うん、今日はここにあのいろいろな本を持ってきていただきましたけれども、やっぱりどっかに思想的なコアっていうのはないんですか。はい、まあ、ちょっと時間が短いんで、パパッと説明しちゃいますが、はい、さっき成長の家っていう言葉が出てきました、はいはい、で成長の家っていうのは谷口正治という人が作った宗教なんですけど、はい、すね、これちょっと寄っていただけますかね、はい、これは谷口正治が書いた占領憲法下の日本っていう本なんですね。これ昭和40年に出てる本なんですけど、はい、表紙があの三波全学連のデモの表紙、60年安保の時の写真ですね。で、はい、で、これを、うん、谷口正治はこんな暴力学生が出てきたのは昭和憲法のせいだって言ったのがこの本なんです、うん、で、要はですね、これ続編なんですけど、この続編もこれは新宿騒乱の写真です、はい、要は谷口正治は左翼が暴れるのは憲法のせいなんだって言い切ってるんですよ、この本で。表紙から見て分かるように、なんで憲法を変えなきゃこんなわけのわからん左翼が出てくるぞということを谷口正治は言いたいんですよね。でそんな荒唐無稽な話通用するはずじゃねえ、おかしいじゃないかって普通の感覚だったら分かるんですけど、占領憲法下の日本の寄せ、本書に寄せるを書いてるの、これ寄れますかね。寄れますか。三島由紀夫です。三島由紀夫なんです。三島由紀夫が、占領憲法下の日本に序文を書いてるんですね。なぜこんなことがあったかっていうと、当時世の中左翼しかいなかったんですよ、論壇に、うんうん、論壇に左翼がしかいない中で、憲法を変えろ、左翼を叩き出せ、天皇陛下万歳、日の丸万歳っていうことを大手を振ってったのは谷口正治しかいなかったんですね。
で谷口正治の思想というものが、鈴木邦夫さんもそうですけども、今僕たちが知っている意味での日本の右翼の思想の根幹になっちゃってるんです。成長の家の信者であろうかなかろうか関わらず、うん、日本の右翼と言われる人たちが使うボキャブラリーってほぼ全て昭和45年まで谷口正治が用意したものなんです。そうなんですか。だから日本の保守派右翼っていう人々は他の国の保守派とか右翼とかとちょっと言うことが違うのは谷口正治論でしかないからなんですよね。はあ。で、いや全然なんか盲点。その保守思想っていうと福田常有とかね、あとそういう感じ。福田さんって、福田常有さんって僕も大好きですけど、ちょっと気難しいおじさんでしかないじゃないですか、うん、で彼に思想があるかって言ったら別に彼に思想ないですよね。で、保守派と呼ばれる人たちが、日本の保守派がトクビルを引用しているところを見たことがなければ、うん、ハイエクが好きな人はいますけど、経済の面でハイエクが好きなだけであって、バークを引用している人がいるかといないですよね。いわゆる保守論壇人の中で。なぜかといえば彼らはそれを引用するまでもなく谷口正治に依拠しているので、谷口正治と言わずともみんなの共通了解事項として昭和40年代前に用意された日本の戦後右翼の言説っていうのは谷口正治の言説だった。そこからあんまりその、じゃあそしたら在特会とかね、在日特権を許さない会とかネトウヨさんとかがね言ってることっていうのは、とにかくその左翼が嫌い、そのああいう人たちがいるのは憲法のせいだっていうのの、これはそうです、そうです、原点がそうです。こんな暴力学生がいるのは憲法のせいだと、戦後教育が間違ってるからこうなったんだと、まさにこの表紙が全部物語ってるんですよね。で、誤解を招かないために言うと、今の成長の家教団は、うん、日本会議と一切の関係を断っています、うん、それがまたね、これちょっと複雑な理由があって、はい、これは今はもうエコロジーとか、もうエコロジーです、そういう感じで、はい、エコロジー左翼だけれども、うん、昔のその谷口正治のあの思想っていうか、こういう考え方感じ方を受け継いだ人たちがに日本会議をドライブしている、ドライブしてる、そうですっていうことなんです。で、日本会議をドライブしてるだけではなくて、成長の家原理主義者ネットワークと僕が呼んでる人は、うん、それをそのそういうふうに名付けになったんですね、はいはい、日本会議っていうのは成長の家原理主義者ネットワークのごく一部でしかない。日本、もっと言うと日本青年協議会っていうのは成長の家原理主義者、うん、これ原理主義者ですね、はい、これ原理主義者のごく一部でしかなくて、うん、もう一つ大きな欲は、安倍さんの個人ブレーンとして政権に政策立案をしているシンクタンクがあるんですが、はい、それが日本政策研究センターって、まあ、はい、僕の連載が昨日からそこに、はい、そうなんです。昨日その日本政策と研究センターの、はい、これですね、昨日の、連載です始まりました。これが続くということで、ね、しばらくこれについて書かれるわけですね、はい、この日本政策研究センターの代表をやっておられる伊藤哲夫さんという人が、はい、安倍さんの個人ブレーンの筆頭なんですね。もうお書きになったのを読むと、第一次の前から、そうです、第一次安倍政権の前から安倍さんとべったりくっついてて、こうプロモーターという言い方、はい、もう常に安倍晋三の隣には伊藤哲夫がいた。研究者なん、いや、普通のおじさんです、はあ、で彼が普通のおじさんでないのは、はい、彼も成長の原理主義者ネットワークに属する人物だからなんです。じゃあ安倍さん自身も成長の家なんですか。そうだとは思いません。ただ、安倍さんは彼らからすると、何せ安倍さんそんなに頭がよろしくないので使いやすい人ではあろうかなと思います、うん、でその50年来のなんていうか願いを叶える時が来たという感じなんですね。彼らがいかに50年前と同じことを言ってるか、うん、常にずっと言い続けている。これ2007年に伊藤哲夫さんが出した本なんですけども、政策研究センターが、ね、はい、ここに日本政策研究センターって書いてあります、はい、憲法は隠して作られた、真ん中にあるこれが憲政史の事実だ真実だっていう本なんですが、はいはい、これ
カメラさん寄れますかね。ちょっと見にくいんですけど、目次の構成をよく見てもらえて、はい、ポツダム宣言の受諾から始まって、最後、誘拐より我国体を御時選と欲すっていう東条の遺言と、これ2つ、これが、まあ、目次構成なんですけどね、はい、これとカメラさん、これこうしてもらっていいですか。憲法は各地で作られた、同じタイトル、あれこれも同じ、全く同じ、はい、目次の構成もパッと見せますが全く同じなんです。ポツダム宣言の受諾、誘拐を我々国体を、でこれどこが出してるかというと、はい、日本政策研究センターではなくて、寄ってもらっていいですか。これここ映りますかね。成長の家本部政治局、成長の家が出してた本を、著者名はないんですか。著者名はないです、はい、成長の家として出したんですね。本を伊藤哲夫さん名義で今になって出してる、はい、じゃあこれもお書きになったのは伊藤さんだった。いや、よくわからないです、よくわからないですけど、そこは僕裏付けはないですけれども、ただ現実としてエビデンスとしているのは、成長の絵が数十年前に出した本を今になって日本政策研究センターの伊藤さんが出しているという事実ですよね、はあ、それはもうあの事実としてですよね。でいろんなの見、あのちょっと 見るだけ見せていただく、限りなく日本を愛す、これも谷口さんの本ご著書です、はい、でこれが大和の国、大和の国の日本、大和の国とか読むんですね。これが実を言うと内容は大したことないんですが、これはですね、まあ、あと残りの時間で語れるかどうか分かりませんが、すごく重要です。はい、でこれが祖国と青年、これはどこの機関ですか。これは、日本青年協議会の機関誌ですね。あ、これが政策研究センター、はい、伊藤さんのところ、はい、これ両方とも月刊誌です、はあ、毎月出てます、はあ、持ってきたのは古いです。これは昭和59年の号だと思います。持ってきたのはこれは、平成12、3年の号の号なんですけど、毎月ですね、これを読んでると、はい、次の月の新聞の一面構成がだいたい想像つきます、安倍政権である限り。ああそうなんですか、でこの連載の中にですね、もうあの会見へのカウントダウンを彼らはしているというので、はい、こう憲法改正まであと480日っていうのが5月号に載ったんですよね。5月号、はい、でそこからいくと2016年7月25日参議院の任期満了の日だ、はい、次の参議院、来年の参議院選挙、うんうん、ちょっとあのいろいろ頭が混乱して、今度このこれをおまとめになった5本が出た時に、はい、出ます、もう一度その時に出ていただいて、ちょっとあのいろいろ教えていただけますでしょうか、はいはい、いつ頃出るんですか。9月の終わりに出る予定で今仕事は進めてます。あ、そうですか、はい、じゃあ9月っていうわけにはいきませんけれども、またちょっとあのいろいろ教えていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、まだ45秒、45秒あるんですか。あるということなので、じゃあ最後に、今日は8月14日で、はい、あの安倍さんのね、はい、なんか談話が出るっていう話ですけれども、こういう中でもいろいろブレーンの中にも日本会議の人入ってる、はい、日本会議は先ほど一番最初に申し上げたように、絶対謝らないということを前提としている組織です。ああ、そうか、そうか、分かりました、はい、すいません、なんかあの不手際で申し訳ありませんでした。いやいやいや、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。